ルマンプロトタイプはフランス西部自動車クラブがルマン24時間の参加車両として独自に規定していた競技専用のスポーツカー類型である。国際自動車連盟との共同規定となった後は FIA 世界耐久選手権とそれに準ずる地域シリーズ戦で運用されている。当記事では主にハードウェアを開設するにとどめており特別規定や 性能調整など主催者側の運用にかかる事項は、シリーズの該当記事を参照のこと。LMP1 のトヨタ TS-050 ハイブリッド第二次、世界大戦後のルマン24時間において、主催者であるフランス西部自動車クラブが特例で定めた、参加車両の類型である。以後、同大会が、製造者の国際選手権から外れたり、選手権自体が廃止された時などに、 たびたび採用されてきた。2012年以降では、国際自動車連盟主管による FIA 世界耐久選手権と、それに準ずる様式で ACOO が主導する地域ルマンシリーズ戦において、競技運用する専用のスポーツカール一系であり、FIA、ACO、または ACOO の形式承認を受けたものを指す。国際モータースポーツ競技規則不足税校では、 グループ E 部門2内の SC に類別される。故障及び表記には LMP の略称も公式に用いられる。製造者が競技運用に関与する程度や承認要件などにより LMP1、LMP2、LMP3 の3クラスに分けられ、さらに LMP1 はハイブリッド動力の LMP1、H と通常動力の LMP1 の2形態となっている。 最高出力は通常動力の LMP1 が500から6 0 0ット程度、ハイブリッド動力の LMP1H が総出力7 3 5ット程度である。LMP1H はフォーミュラワンカーに対し同じサーキットコースを112から114%程度の周回時間で走破する能力がある。最高速度はおおむね3 4 0トル毎時弱に達する。 ジャガー XK120CACO は第二次世界大戦の影響で開催が途絶えていたルマン24時間を1949年から再び開催するにあたり戦争で疲弊した欧州自動車製造者の現状を考慮し戦前まではスポーツカーであっても販売されていることとしていた参加条件を緩和し販売前のプロトティップイコール試作車であることを 製造国の自動車スポーツ所管団体が承認していれば参加を認めた。これがルマン24時間におけるプロトタイプの始まりである。ただし戦前からの国際認定自動車クラブ協会とその後継組織である FIA の分類によるスポーツカーには元来販売要件がないため、この時は本来のあり方のスポーツカーを AGO がプロトタイプと言い換えたに過ぎない。 そして1953年から始まったスポーツカーによるスポーツカー世界選手権に同大会も加わりプロトタイプという語も使われなくなった。フェラーリ330トリルム、スポーツカーにより実施されてきたスポーツカー世界選手権であるが、これを主催する FIA は本来の製造者選手権にふさわしい形にすべく1962年からは、 グランドツーリングカーで実施することとした。しかし選手権に組み込まれているルマン24時間の主催者である ACO はこれに反対しスポーツカーをグランツーリズムプロトキップと称してエクスペリメンタル部門で出走させた。他のクラシックレース主催者もこれに同調したため、 FIA は1963年から選手権の副賞点として、スポーツカーによるプロトタイプ国際トロフィーを設けることで折り合いをつけた。そして1966年から選手権は再び、スポーツカーによる実施となる。WMP79、801975年からルマン24時間がメイクス世界選手権から外れたのを機に、翌1976年から、 ACO は再びグランツーリズムプロトキップを導入するが、この時は1975年以前のスポーツカー企画でクローズドカーに限定した車両であり、エンジン排気量は3リットル超を許容していた。1981年に米国の国際モータースポーツ協会が独自の GTP を規定し、ACO もこれをルマン24時間に導入したため、 これ以降大会内では ACO とイムサそれぞれの GTP は GTP ルマン、イムサ g t p と呼び分けられた。GTP ルマンは1981年まで参加資格を有していた。アウディアール8ベントレースピード 8FIA スポーツカー世界選手権が廃止された1993年のルマン24時間から ACO は1966年以来の オープンカープロトタイプをルマンプロトティプと称して導入し、翌年からは LMP1 と LMP2 の2クラスとなる。1999年からはクローズドカーのルマン GT プロトティプが復活し、2000年から LMP のクラスは LMP900 と LMP675 に変更された。ルマン GT プロトキプとルマンプロトキプを統合した新しい ルマンプロトティプ規定が発行した。クラス分類は1と2で、それまでの技術規定えのみによったものを、公認規定も絡めたものとなった。2012年から ACO 主導で FIA 主管による FIA 世界耐久選手権が再開し、参加車両のスポーツカーには LMP の規定がそのまま採用された。最低重量やエンジン排気量などの技術規定は2004年以来、 変遷を繰り返しているが、2014年から LMP1 が H と L に分割されるとともに、オープンカーが廃止され、2017年には LMP にもオープンカーが廃止され、35年ぶりにルマンプロトタイプはクローズドカーのみとなった。2015年には地域シリーズのみ適用されるいクラスとして LMP3 が追加された。2020年限りで、 LMP1 の使用は禁止され、2021年からは新たに設けられる LM ハイパーカークラスがその後継となる。一方で LMP1 については経過措置として2021年に限り LMH クラスへの参戦が認められるほか、LMP2 については2021年以降も継続して使用される。製造者は 毎年 FIA と ACO 共同の形式承認、または ACO の形式承認を取得しなければならない。また改良などにより承認内容が変わる場合持つ度承認が必要である。走行性能の高さと開発製造に費用がかかる順に LMP1、LMP2、LMP3 の3クラスに分けられる。LMP1 はエネルギー改正装置を備えた。 ハイブリッド動力の LMP1A1 と通常動力の LMP1 の2形態に分けられる。助手席側が機材で埋まったコクピットクローズドカーに限定されたスポーツカーであるため、トーカルやウィンドシールドワイパーの装備に加え、ウィンドシールドズンドやドア装備が規定されているのはスポーツカー r 明 a から変わりない。車体の大きさは既存のグループ CN よりも規定上わずかに小さい。 設計上の乗車定員は2名であるが、1982年以降の国際モータースポーツ競技規則にのっとり、運転席以外の座席は取り付けられておらず、代わりに FIA が求める必須装備品が取り付けられている。リアウィンドウは規定がなく、これまで設計に盛り込んだ車両はない。エンジンはガソリンもしくは軽油を燃料とする4ストロークの内燃レシプロである。排気量と 人数に制限はないが、LMP2 は FIA、ACEO、LMP3 は ACEO の指定品に限られる。エンジンによる駆動は前後いずれかの車軸に限られる2輪駆動であるが、電動発電機はその限りではないため、唯一これを装備する LMP1H のみ4輪駆動が認められている。エンジン制御を除き、車両各部位のアクティブ制御は一切認められていない。 またドライバーが運転中にサスペンションのダンパー、スプリング、アンチロールバーをマニュアル制御することも禁止されている。燃料はレース主催者が用意するが、基本的にバイオ燃料を混合した市販品である。車両各箇所のセンサーと接続される FIA のデータロガーが組み込まれており、レース後に FIA が機能の運用規定違反の有無を検証したり、 性能調整の基礎データを収集できる。以上、全クラスに共通する出展事項は LMP1H または LMP1 で代表した。1台だけの特別製造者でも公認取得できる。通常動力の LMP1 とハイブリッド動力の LMP1H に分かれており、競技運用にあたり LMP1 は車種とエンジンのいずれの製造者とも無関係のチームに、 限られ、LMP1H は製造者自身がチーム編成して競技運用できる。エンジンの排気量と気筒数に制限はなく、ターボなどによる下級も自由である。吸排気バルブがポペット式に限られ、それぞれ2本以下、開閉制御は機械式と定められている。LMP1H はエネルギー改正装置を備えており、 エンジンに加え2機までの電動発電機を備えている。トランスミッションは、シーケンシャルないし、H パターンのみが認められ、7足までに限られる。エンジンの駆動は前後いずれかの車軸に限定されるが、LMP1H の電動発電機は、駆動車軸に制限がないため、四輪駆動も可能であり、実際に存在する。主要規格、ガソリンエンジン車とディーゼルエンジン車の性能調整の、 ための値。ルマン24時間レースが開催されるサルトサーキットのみ3 0 0ットの制限がつく。他サーキットについては無制限。個人チームが車種とエンジンを購入するクラスである。車種、またはエンジンの製造者は競技運用に一切関われない。車種は FIA、ACOO の承認を受けた複数の製造者から供給される。製造者は 年間10台以上の発注を受けることで承認され、エンジンなし完成車を基本価格48万3000ユーロ以下で販売できなければならない。エンジンは FIAACO の指定機種のみが使用できる。2016年までは複数機種が指定されていたが、2017年からはギブソン GK428 のみ指定されている。トランスミッションはシーケンシャルないし、 H パターンのみであり、6速まで認められる変速ギア比の組み合わせは3組まで、最終減速比は一組のみである。主要企画、ギブソン GK428 個人チームが完成車を購入するクラスである。製造者は競技運用に一切関われない。ACOO の承認を受けた複数の製造者から供給される。製造者は、 年間5台以上の発注を受けることで承認され、完成車を基本価格20万6000ユーロ以下で販売できなければならない。エンジンは ACO により量産機の日産 VK50 のみ指定されている。トランスミッションは ACO によりエクストラックの1機種のみが指定されている。主要規格、日産 VK50 以上、量産状態と同じ。以下。 補ぎなえ類を除き量産状態と異なる主な点のみ記載。ありがとうございます。